真島の社労士の真島です。こんにちは。2022年度の社労士試験に向けての全37回のメイン講座を現在販売中であります。下の概要欄、またはこちらからホームページが見れますので、ぜひご検討をお願いいたします。専業受験生の方は、社労士の仕事についてピンとこないですよね。でもイメージは持っといた方がいいと思うので、お話しします。手続き業務が、やはりメインではありますよね。手続き業務、資格取得届や資格喪失届などの書類を作成して、お役所に提出をするという仕事ですね。昔は紙でやってたんですが、今は電子申請がだいぶ普及した。社労士業界では、なかなかそうは言い難いところもあります。開業社労士、平均年齢が高いので、そういった電子って名の付くものはですね、なかなかこう、抵抗感が強いようで、浸透が遅いという話を聞いております。少なくともうちの事務所は全部電子でやっております。ただ紙にしても電子にしても手続きっていう仕事はあまり派手ではないですね。紙だったらこう一生懸命手書きしたりね。電子でもパソコンでカチャカチャやってるだけですから。どちらかというと地味な仕事ではあるんですけど。でも社労士の仕事はそればかりじゃなくて、他に例えば就業規則を作ったりとか、セミナーの講師をやったりとかね、いろんなことができる。そしてもう一つ、今日は労使トラブルの解決というお仕事にスポットを当てて見ていきたいと思います。例えば顧問先で労使トラブルが発生する。社長と従業員との間で、わかりやすく言えば喧嘩ですよね。喧嘩が起きるということですよね。喧嘩はなるべく早めに収めなきゃいけないわけなんで、その時社長がどういう行動を取るかと言いますとね、社労士のお客さんは、どちらかというと中小企業が多いじゃないですか。で、中小企業だと、顧問社労士はいても、顧問弁護士はいないっていうのが一般的なんですよ。社労士は労働法の専門家でしょ？となればもう社長の取る行動は一つですよね。とりあえず顧問社労士に相談してみようと、こうなるわけですよ。相談を受けた顧問社労士の方は、もちろん解決に当たるわけでありまして、時に、従業員の方ね、ご本人とのその交渉の場にね、臨んだりすることもありますね。もちろん、社労士は代理人ではないので、そういう場はね、単独で出ちゃいけないですから、社長と一緒にね、出て、本人とお話をするという機会もあるわけですよ。そういう時に、社労士がどういう態度で臨むのかっていうのが今日のテーマなんですけども、それをお話しするにあたりましてね、ちょっと弁護士さんの話をしたいと思います。なぜかというと、労使トラブルの解決ってことについては、今言ったように中小企業では社労士がことに当たるということが多いんですけども、これが大企業になると顧問弁護士がいるわけでしょ。で、顧問弁護士が労使トラブルの解決に当たるってこともよくあることであるわけなんでね。だから、労使トラブルの解決に当たるという、その点では、社労士と弁護士は共通項があるということですから、そういう意味でね、弁護士さんと、社労士とね、ちょっと比較みたいなことをやってみようかなと思うわけですよ。で、先に申し上げておきますと、私は弁護士さんという職業をとても尊敬しています。これは本当に心から。だから、今日これからお話をすることは、弁護士さんに対する批判とかね、そういうことでは決してありません。あくまでも私がこう考えるっていうか、私の思いね。それをただお話しするだけなんで、そこを誤解なきようにお願いしたいと思います。弁護士さんというお仕事は、訴訟代理人という言葉が示すように、勝負事じゃないですか。勝負事の決着、勝ち負けをつける。もちろん弁護士さんのお仕事、そればっかりじゃないと思いますよ。私は弁護士さんのお仕事のことよく知らないんでね、かなりの部分推測が入っちゃうので、もし違ってたら申し訳ないんだけども、もちろんそれ以外のお仕事もたくさんあるとは思うんですけど、でも訴訟の代理という権限を持っている以上は、訴訟代理人ってお仕事は多分多いだろうと思いますし、多い少ない別にしても、世の中は弁護士さんという方に対して、その訴訟代理というお仕事を期待してますよね、やはりね。そういう意味で、やはり弁護士さんのお仕事っていうと、その勝ち負けっていう部分が大きいのかなと私は思うわけなんですよ。で、私はね、私自身のことなんですけど、司法試験っていうのは受かったことがない。というか、受けたこともないし、もっと言うと、受けようと思ったこともない。私の若い頃って、弁護士っていう仕事は、もう本当に、その司法試験っていう試験がね、本当に高嶺の花だったんですよ。もうスーパーエリートしか受からないと。スーパーエリート以外の人は、挑んでもいけないっていう、そういうレベルの試験だったんですね。今はちょっと違ってるようですけども、そんなだから、私もね、受けようと思ったことはないまんくて、で、その後ほら、司法試験改革があったけれども、その時点ではもう私は社労士になっていたので、結局、司法試験とは縁がないまま、今日まで来たということなんですけれども、今私がつくづく思うのはですね、弁護士じゃなくてよかったな。いや、これだから、司法試験をね、受からなかった、ひがみで言ってるんじゃないですよ。だって受けてもいないし。受けようと思ったこともないって今言ったでしょだから、ひがみじゃなくて、本当にね、弁護士じゃなくてよかったなってのはすごく思います。なぜかっていうと、さっき言ったように弁護士さんのお仕事、世の中に期待してる弁護士さんのお仕事って、勝ち負けじゃないですか。でも私ね、勝ち負け、つまり勝負事っていうのが、すごく苦手なんですよ。もともと争いを好まないタイプの人間なんですね。世の中には、争いを好むっていうと語弊があるんですけども、こう、イケイケドンドンの方っているじゃないですか。もちろんいい悪いじゃないですよ。人間のタイプの問題ですね。イケイケドンドンで、なんであいつなんか解雇してやれとかですね。よし、裁判やってやっつけてやろうとかですね。そういうタイプの方いるじゃないですか。私はそれとは真逆でして、争い事は嫌い。人とは仲良くしたい。できれば一生誰とも争わずに一生皆さんと仲良くしながら生きていきたいっていう、私はそういうタイプの人間なんですよ。だから、弁護士さんの、その、勝ち負け、切った張った、白か黒かっていうね、右か左かっていうですね、それは、まあ正直嫌だし、その仕事についていたら、多分ストレスで押しつぶされていたんじゃないのかなと思います。で、社労士の話に戻るんですけども、社労士が労使トラブルを解決をする交渉の場に臨みますよね。その時、社労士はっていうか私はどういう姿勢で臨むのかっていうと、だって訴訟代理人になれない以上は、代理人じゃないから、だから勝ち負けを、じゃないじゃないですか。社労士が勝ち負け語ったってしょうがないじゃないですか。最後の最後裁判になった時に、社労士は参画できないわけですから、最後まで責任持てない以上は、勝ち負けを口にしちゃいけないと思うんですよ。じゃあどういう姿勢で臨むのっていうと、私の場合はですね、なんせこういう人間でもあるんでね、仲良くしたい。徹底的にそこですね。ことを収めたい。なんとか仲良くできないかな。今揉めている社長とこの従業員の方、確かに揉めているんだけれども、このことを収めて、なんとかお互い笑顔になってもらって、お互い幸せになってもらいたい。お互い 100% の幸せは難しいかもしれないけども、その場合でも、せめて 50-50、50%-50% の痛み分け、そこには持っていきたいな。っていう姿勢で私は望むんですよ。で、過去そういう労使トラブルの場に臨んだことってもうたくさんある。30年も社労士やってるんでね、何十回もやってるんですけど、これまで訴訟に発展したことは一回もないです、おかげさまで。うん。っていうのは、話せばわかる。話せばね、大抵のことはわかる。私のね、やり方なんですけど、交渉の場に臨むでしょ？その時に、思いっきり笑顔を作っていくんですよ。ニコ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 して私入るんですよ。その従業員の方はね、社長と、打ち合わせ、交渉。で、顧問社労士も来るなんて聞くと、もうドキドキじゃないですか。緊張してもう顔ガチガチになってるわけですよ。すごいこわもてでいるわけですよ。そこに私は、まあ社長も当然こわもてなんだけど、そこに私はもうニッコニコの笑顔で入るわけですよ。とにかく仲良くしましょう。肩の力抜いてリラックスしましょうって感じで行くんですよ。まあ最初はなかなかね、それでも場の空気っていうのは和まない。私一人完全に浮いてる状態なんですけど、でもね、それがね、5分10分いろいろ話をして時間経ってくるでしょ。そうするとね、従業員の方がね、または社長の方かもしれないんだけど、とにかくね、どっちかが、なんかの拍子にね、ニヤッと笑うんですよ。そしたらもう閉めたもん。もうこっちのものですね。いや、なんていう、それ、もちろん戦略的にやってるわけじゃないんだけど、流れとしてって意味でね、どっちかがニコッとかニヤッとしてくれたらもうこっちのもので、ただもうどんどんこっちのペースに引き込んでね、最後はお互いガハハのでね、笑って終わるっていうね。そうなるパターンが多いですし、それを私は思考してやっています。人それぞれ考え方なので、どれがいい悪いとは言わないんだけど、あいつをやっつけろ、暴力はもちろんやらないにしてもね、あいつをやっつけろ、裁判やって、100% こっちが勝つんだ。こっちが 100% 幸せになるかもしんない。でも相手は 0% で不幸になるわけじゃないですか、それって。それって私は、すごく正直嫌で、少なくとも私が関わった方々は、みんな幸せになってほしい。さっき言ったように、これがみんな 100% が理想だけど、そうじゃなくても 50% でも最悪いい。とにかく 0% の人は作りたくない。っていう姿勢でやってます。で、これが私が社労士だからできるんですね。もし弁護士だったら、訴訟代理人って形で交渉の場合に臨んだら、自分にとっては不本意であったとしても、勝ち負けを意識せざるを得ないし、勝ちに行かざるを得ないわけじゃないですか。それをやらずに済んでいるっていうことについては、本当に私は社労士でよかったな、というふうに強く強く思います。というわけで、私は一生社労士で頑張っていきたいということです。今日は以上です。ありがとうございました。